皆さん、こんにちは。レック専任講師の佐々木由美です。本日はあ2024年初受件、えー、予定の方にですね、えー、通称クリスマス模試、レックの毎年あの実施しております実力診断模試のご紹介をさせていただきます。 であの皆さんね2024年の本試験に向けて今ガシガシインプット講義ですね頑張っていらっしゃると思うんですがあの是非ですね中間点として自分があのねどのぐらいの位置にいるのか仕上がり具合を確認するといった意味で2002あの,このねクリスマス12月23日24日に実施されるクリスマスし、えこれをぜひ先生、ね、予定に加えてみることをおすすめします。 と、えー、いうのもあの私のクラスの受講生さんにはですねお試し本試験が終わったもう7月ぐらいからもう、ね、次はクリスマス模試ということで目の前の目標設定としてそこに向けて頑張っていただいているところではあるんですがでこちらはクリスマス模試ですね全科目の実施になるのであの学習突入の皆さんにとってみるとあのぜひですね、えー、学習のご自身の学習の進路に応じて、えー、現在が例えばあ生クラスとか通常の通学スケジュールのレギュラー通りのスケジュール予定通りに受けているのであればあ例えばあ 法ぐららいまででだったら、えーね、学習済みですとかであとは通信の方でも、えー、不動産討議ぐらいまで進んでますとか、えー、人によっては学習開始時点が遅かったりなんかすると、えー、まだ民法ですとかああいう方あもいらっしゃるかもしれませんが、えー、ただですね学習済みの科目がどのぐらい解けるのかなというところとあと本試験と同じ時間帯で実施されます、えー、そしてまたあレックのこの時速診算模試ですね、えー、この時期の模試にしては全国27校、えーね、あで通学で実施されますってこれ 普段通信で受講されている方も、えー、ぜひですね、あのーねえー、どこで実施されるのか、ね、レックのホームページに載っかっておりますそちらでご確認の上、えーあのー、できれば、えー、通学で受けることをお勧めしたいんですね。と、えー、いうのも実際、本試験現場になるとですね、あのー、普段、えーあのー、勉強って一人で家だ、えー、とか、ね、やってると思うんですが あの割と周りがわさわさ解いてるっていうある程度の緊張感ある中で、えー、勉強しあの問題を解いていくと普段自宅だとやらなないいミスっててうのは出てきてがちなんですよそしてまた、えー、午後の部の記述だとかもですね、えー、記述も時間的な焦りがある中で解くと家で落ち着いて解いてる状況だと出てこないミスというのが、えー、それがあらわになってくるんですね。 で特に、えーね、あの声試験の受験環境の中で行っている、えー、経験値の少ないアーチ受験生にとってみるとそういった現場で解くという経験はあ,あればあるほどいいんですね。 ということで、全、えーね、科目終わっていない皆さんであったとしても、得られるものは十分あると思いますね。えー、毎年ですね、一発合格された方も、えー、このクリスマスもし、あそこで受けといてよかった、という声多くいただいておりますので、えー、ぜひですね、えー、この目先の目標設定として、えー、クリスマスに受けるということを予定してみてください。でえー、特にですね、このクリスマスもし、12月23日、24日にされるんですが、えー、そこに向けて、現在の学習の進度に応じて目標を設定していく。なので、 it. 現在の初受験生にとってみるとですね、あのね合格点を取れとは言いません。えー、合格点、例えばその八割九割の得点を目指すっていうのは、まだそこまでは持ってこなくていいんですが、例えば、えー、解いた後ですね、取れるはずの問題を落としてしまったあ、解説レジュメを読んでみてね、えー、なんでこれ間違ったんだろうというものが、あね、それが模試で出てくると、ねこれがあいわゆる本試験現場のお魔物というか、あーね普段舞いあのね落ち着いて届いてる時には生じないミス、えー、そこに自分のミスのパターンを知る。えー、それも。 記述、えー、の時間的なな経験値にもなります、えー、それも含めて、えー、ですねあの、とにかく経験はあればあるほどいいので、レック27個実施しておりますが、まあ、目安としては、あのね、実施庫、ね、自分の近くに実施されているところでですねあの、お近くにあるレックで、えーまあ、目安としては片道1時間ちょっとぐらいであれば、 もう通学で受けることをお勧めしますただお住まいの環境によっては片道1時間どころじゃない1時間半とか2時間ぐらいかかっちゃうよという方は、まあ、そこまでかけて受けに行く必要はないんですがただ本試験と同じ時間帯で、えーまあね、スマホだとかも全部オフにして、えー、家族の人でも話しかけないでとかああいう状況にしておいてですね本試験と同じ時間帯で朝9時半から、はい、スタートということをやってみることをお勧めします。であのそういいった経験においても必要なんですが で何よりですね、あのー、目先の具体的な目標設定、先ほど、あね、点数はそれほど気にしなくていいと言いましたけれども、まあ、ただですね、えー、やるからには、例えば、自分は、民法は相当ガツガツやってきたんだ。あ民法、そうですね、えー、合格者レベルで言うと9割とかあ、満点に近いぐらい民法を取っていただきたいんですが、ただ、あ今現在、ちょっと民法を離れてるという方にとってみると、まあ、最低でも8割は取りたいとか。 えー、もしくはあ民法、私はガツガツ頑張ったから、民法9割、20問中9割は取ろうとかね、えー、そういった目標を掲げて、そこに向かって頑張っていく、えー、特にここから先ですね、えー、頑張っていくためには、具体的な数字目標を設定すること、そして日程目標を設定すること、ここまでにやらなきゃいけないんだと。 そうすると会社法が何とか終えられるかなという方にとってみるとクリスマスもしまでに会社法の講義を終えて過去問もある程度23回しするぐらいまで終えようという、ねまあ、あのデッドラインを決めるというスケジュールを追い込むためにもそしてご自身の過去問演習回数とかを追い込むためにもそういった数字目標を設定していただきたいかなと思います。 そして、何より良いのが、ですね、えー、こちら、成績処理がなされます。えー、成績処理というのは、卓一、えー、そして記述についても、えー、提出した答案、えー、これを、おねあのー、自分の、例えば偏差値だとか、正当率の高い問題を落としてるだとか、あもしくは、あねあの自分はこれ間違っちゃったけれども、正当率低い問題だ。正当率だとかを見ると、正当率低い問題を落としてる部分に関しては、それほど気にしなくて良いだとか、あそういった目安、普段過去問演習では気にしない。 な、はい、えーねえー、取るべき問題なのか、えー、これは落としても仕方がなかった問題なのかというところも結果成績データから自分の位置だとかあそういったところが把握できてくるようになりますので、えー、そういったところもですねあと記述ですね普段、えー、記述演習だとかに関してもですねあのー、そうですね記述演習の添削だとか提出されてる方もいらっしゃると思いますが、えー、ただこれも本試験のレベル本試験レベルの記述問題を解く、えー。ここはある程度不動産登記まで学習済み の方にとってみるとあと進路によってはもう消灯法まで講義は終わってますという方もいらっしゃると思うんですが、えー、どのくらい自分が本試験レベルの問題で戦える意思にいるのか。 そういったところもですねちょっと記述に関しては半分怖いもの見たさにはなってしまうと思いますが本試験レベルを早くから体感しておくというのは今後ですね、えー、特に年末年始を通じて、えー、自分はひな型の爪が甘かったなとかもしくはあね、えー、例えば基礎的な問題集レックで言うと書式ベーシックの問題はある程度ぐるぐる回してたつもりではあったけれども本試験レベルになってくるととてもじゃないけれども、えー、チェックポイントがたくさんあって、えーねえー、そうするためにはもうちょっと記述 はこののように自分の演習を強化していいいかななきゃいけない必ず強化、えー、ポイントは見つかるはずなので、えーね、あのそういったところを早めに知っておく意味においても大きな効果は得られると思います。 でそれをぜひです、ね、講義がちょうど止まる年末年始ですね通学の方であれば年末年始は講義止まると思いますしそして通信の方でもですね講義の配信自体はあろうかと思いますがただ、普段より勉強時間は確保しやすいと思うんですね仕事がお休みの方はですねそういったところで年末年始の学習計画にも役立てることができると思います。 そういった意味でですね、あの、ぜひですね、これをまず受けるんだということを前提として、えー、これからの秋からの勉強、えー、これを進めていただきたいかなと思います、えー。こちら、実力診断模試なんですが、あの、そうですね、えー、11月末まで、えー、お申し込みされた方はですね、えー、あの、通常の講料の半額となりますので、あの、これね、模試がこの金額で受けられる、午前午後本試験と同じ形で、しかも添削付きでこの金額というのは、まあ、なかなかない、えー、ね、あの、お買い得さありますので、えー、ぜひ、えー、あの、こちらですね、あの、 そうですねあと本試験レベルの問題をゲットするといった意味においても意味があろうかなと思います。で 加えてですね、あの、かなりこれ大盤振る舞いになってます。で、えー、この公開模試に加えて、えー、こちらですね、えー、そこに受験特典とありますが、これ、えー、模試を受験した方に無料申請とありますが、えー、これ公開模試、もし困難んだ,んだけど、レジュメだけもらって、結局受けなかったわという方は、これつかないのでご注意ください。公開模試、受験した人はですね、小行為を確実に得点する講座というのがついてきまして、この小行為と分野にいう分野に関しては、特に 線の部で、えー、あのしかも、えー、商法丸丸一問、えー、あの商法卓一一問出る分ですね。なかなか商行為って直線の丸暗記になっちゃいがちな部分なんですよ。で、えー、陶器も基本絡みませんしってなりますと、えー、商行為に関しては少なくとも今の段階からゴリゴリ回していくっていう勉強はしなくてよい。通常私もおあの直前級で構いませんっていうふうに言っていくんですが、えー、ただあこちらですねなかなか、えー、自力では難しいところ商行為だけに絞ったポイント 講義これを根本講師が行ってくれますのでぜひですねその根本講師の,あの、ね、講義これしかもですね7月本試験までウェブで見られる状況になっていますのでぜひですねこの公開模試を受験しておけばこの証行為の講義自体は今すぐ受けなくていいですむしろこの講義は直前期取っておいてください証行為直前期で十分なので。 ただ、この商行為の講義を、ね、ゲットするためには公開模試を受けないとこの講義もらえないのでその点だけちょっと注意が必要かなと思います。ぜひですねまずこの公開模試を受けるんだということを予定に組んでいただくとこの秋口の学習がぐんと進むと思います。 そして、また過去問演習だとかも。ゆっくりよりはある程度34回は回してから受けたいよね。っていう方向に自分の学習意欲はさらに上がると思いますので、そこに向けて頑張っていただきたいかなと思います、えー、特にですね。あとそうですね。都内だとかね。あのね、関西圏だとかで受講される方はですね。あのー、まあ、あの通学で受ける方はあのー？ まあ11月末までこれ半額ですよって申しましたがあの特にですねあの主要な、えーあのねえー、レックの本校だとあの早い段階で定員になってしまう,う満席ですね、えー、になる本校もありますのであの、ねえー、例えば自分は渋谷で受けたいんだ新宿で受けたいんだ池袋で受けたいんだとかあ、ねえー、いう方はですねご希望の本校それがちょっとねでかい本校だなと思う方はちょっと11月下旬ぐらいにギリを申し込むと、あのー、満席ですとか言われちゃうことも あるので、えー、その点だけあのー、ここで受けたいという本校がある方はあさらに気持ち早めにお手続きをされることをお勧めします。あと通過で通信で受講される方もあのー、11月下旬まああとそうですね12月ぎりぎりになっちゃうとあのー、ね、えー、その共済届くだとかにちょっと時間かかったりするので、えー、その点についてはあのー、ね、えー、早めにあのー、お手続きされることをお勧めします、えー、ぜひですね、えー、こちら、えー、クリスマスまずもしをまず受けると え、いうことを自分の目標にしていただいて、そして、えー、あの、ね、えー、頑張る励み、そしてその時点での己を知ると、そして今後の対策を練ると、言い続けとして、えー、本試験まで半年ちょっととなったこの時期だからこそ、そこに向けた頑張り、いいね、えー、皆さんの活躍、えー、ね、あの、期待しております。それでは、引き続き、講義頑張ってください。